はい、なおチャンネルセカンドへようこそ。ですね、これからセカンドチャンネル解説の報告を、動画にアップしていきたいと思います。今回はですね、ノーカットで、セカンドチャンネルを上げていきますけども、メインチャンネルは多少ね、カットとかしていきたいと思います。その一部始終をご覧ください。どうぞ。はい、どうも、ほのぼのなおチャンネルへようこそ。本日はですね、皆様に、ご報告がございます。今ちょっとこう、後ろにね、可愛い子を言ってるんですけど、今、ゲームチャンネルを、ほとんどゲームチャンネルとしてメインチャンネルを、ほとんどゲームの、配信をしておりますけれども、私キャンプが大好きで、キャンプも好きですし、まあ、なんか日常のそれからの、トーク動画、まあ、ブログ的なところもやっていきたいなと思ってまして、そういった時にですね、結構チャンネルの、チャンネルの内容がですね、ごちゃごちゃになってしまうので、一応再生リストは作っているんですけれども、初めてね、見られた方、ね、視聴者の方の中で初めて私のチャンネルを見た時に、これは一体何のチャンネルなのかあるので、一応ゲームチャンネルと、ね、ゲームチャンネルと、もう一つは、セカンドチャンネル、キャンプや日常の出来事、あとはまあ夫婦のちょっとトーク配信とかなんかやってみたいなと思ってまして、それを今回ご報告として、ちなみにですね、あのゲームチャンネルではこのマンチェスターユナイテッドね、私はまあベッカムの大ファンなんですけれども、マンチェスターユナイテッドの、復活計画というのをやってますし、キャンプの方はですね、この後のキャンプ部、ボノキャンね、やってますので、それは続けていきたいなと思ってます。あとはマイクラね、スイッチでやってます。これもぜひぜひメインチャンネルでご覧ください。ということで、メインチャンネルとサブチャンネル分けますというのがあります。まあYouTube の結構専門家はですね、まあチャンネルが成長するまではサブチャンネルは作らない方がいいよっていうようなことも言ってるんですけども、早いうちにやっといても別に損ではないんじゃないかなと思ってます。別にね、そんな急にチャンネル登録者1万人とかっていうところではなくて、まずは楽しく自分のペースでやっていきますので、ゆっくりほのぼのとご覧ください。チャンネル登録と、高評価もよろしくお願いいたします。チャンネル登録はですね、この動画の最後こちらですかね、この辺りに出てくると思います。こっちに出てきます。ぜひご覧ください。ご覧くださいじゃない、ぜひ、登録をお願いいたします。それではまた。めっちゃカミカミなんですよ。本番とか何の原稿も用意してないし、いつもカットでどうにか喋れてるように見えてますけども、全然喋れないんですね。でも楽しくやってます。今シーズンね、 J リーグはベガルタ仙台ずっと応援してるので、どうにか J2 に落ちないようにしてほしいのと、マンチェスターユナイテッドね、優勝してほしいです。ということで、まあ、サッカーの話はいいんですけれども、セカンドチャンネル始まりましたので、引き続きご覧ください。よろしくお願いします。それではまた。